ステランティスグループに属するイフィアットは7月4日、新型電動コンパクト SUV600E をワールドプレミアした。先に登場する 500E の兄弟分にあたるこのモデル。サイズアップに合わせ、デザインも差別化が図られている。詳しく見ていこう。EV に加え、ハイブリッドも設定予定。 今回デビューした 600E は日本国内でも販売されている 500E の兄気分。ちなみにフィアットでは姉気分と表現しているにあたる B セグメント SUV。全長は 4.17M で 500E に比べて50センチメートルほど長い。こうしたサイズ感でピンときた方もいると思うが、この 600E は現行。 500X の事実上の後継モデルと言えるだろう。もっとも全長が 4295mm ある 500X に比べると 600E は若干コンパクトになっている 600E の発売時に用意されるのは 54kWh のリチウムイオンバッテリーを搭載したバッテリー電気自動車 BEV へ使用フィアットによれば 600E は WLTP 都市サイクルで 600km 以上複合サイクルで 400km 以上の航続距離を持ち 100kW 級の急速充電にも対応するバッテリーを0%から80%までチャージするのに30分以下で済むというまた、モーターの最高出力は 115kW 約 156PS。例、時速 100km 加速は9.0秒とアナウンスされており、500E の 87kW 約 118PS に比べ出力は強化されているが、ボディの大型化等により例、時速 100km 加速は全く同じ値となる。なお、 600E は 500E と異なり BEV 専用車ではなく、2024年半ばまでにハイブリッド HV 仕様も追加されるというから、現行 500X からの乗り換え組みも安心だ。600E のエクステリアは、500E をそのまま大きくして5度赤したようなスタイリングで、半開きの目を想像させるヘッドライト周囲の処理や、 フロントノーズの大きなモデルロゴなども、フィアットの新世代 EV として 500E と共通のデザインになっている。ただし、よく見ると、500E ではリング状のフォグランプが、600E では上下に分割された形状とされ、500E ではフラットなドアハンドルが 600E では、グリップ式になるなど細かな違いは多い。また、 ハイブリッドが設定されるため 600E のフロントグリルには開口部が設けられていることも目立つ際となる 600E のインテリアはイタリアのいわゆるドルチェビータ甘い生活を体現したテイストとされとりわけカラーチョイスに気が配られたとのこと例えばアンビエントライトを含めたライティングの組み合わせは 計6 4通りの中から選択可能となっており、ブラック基調のほか、ターコイズブルーのアクセントが入ったアイボリーカラーのシートも設定される。さらに、機能面でもマッサージ機能や3段階のシートヒーターが用意されるほか、スマホのワイヤレス充電機能や近接センサー付きキーレスエントリーなども備わり、 一昔前のイタリア車では考えられないほど装備は充実している。もちろん、ストップ号機能付きアダプティブクルーズコントロールや、自転車及び歩行者も認識する自動緊急ブレーキなど、運転支援機能も最新のシステムがおごられる。このように、可愛らしいデザイン、充実した快適装備。 先進の運転支援システムと三拍子揃った長所を持つ 600E。その上、ハイブリッドも設定されるとなれば、充電環境の整備が遅れる日本でもヒットしそうな予感だ。